皆さんお疲れ様です。サッチョコのエリナです。お願いします。はい、今日はお友達と今一緒にいるんですけど、ここに今日は雑談メイクを撮ろうと思うんですけど、なんか普通にね、今日はカフェに行くんですよね。行きます。カフェに行くので、なんだろう、友達にちょっとどんな感じのメイクがいいか決めてもらってやろうと思います。お題をください。はい、なんかチークボワみたいな、あの色の方はどちらの感じの色で、え、好みでいいの？ご希望ですか？オレンジ系。オレンジ系っていうか、オレンジ、なんか茶色の中でもオレンジベースの茶色ってあるじゃん、うん、そういうオレンジブラウンを基調としたメイク。でもなんか割とそしたらいつも通りって感じになっちゃいそうだから、何がいいかな、なんかない？久々にグリッターやって、グリッター最近やってなかった。グリッターに、ん、グリッター、目がどこ、じゃあオレンジブラウン系、うん、オレンジブラウン系、マジで本当にいつもと同じ感じになっちゃう。まあ、とりあえずじゃあオレンジブラウン系でメイクをしていきたいと思います。強め系ですか？はい、じゃあ強め系でいきたいと思います。カラコンは今日は黒でいきます。はい、コスメを選んできましたので始めます。こっち見ないで。はい、まずは日焼け止めを塗ります。え、黙んないでよ。なんか振って。ん？なんか振って。なんか振って？最近韓国の天気どうですか？夜めっちゃ涼しい。涼しいっていうか、しっかりなんか、うん、あれちょっと寒くないくらいまで行った気がする。昨日はめっちゃ涼しかった。ね、ベース塗ります。何の話しようかな。ネットフリックスの話してよ。ネットフリックス何が面白いか、うん、ネットフリックス見てますか皆さんは。ライストレンジャーシングスだっけ、みんな見てるじゃん、うん、でみんな見て、なんかみんな、みんな見てんの？それを言ったの、友達に、うん、なんかストレンジャーシングス見てるって言って、うん、でみんな見てるじゃんって言って、みんな見てるものは見たくないって言う人がいるけど、本当に見た方がいいってぐらい面白い。え、みんな、何その友達は、みんな見てるじゃんって言って見ないタイプの人とか。そう、みんな見てるもの、みんな見てるからって見るものじゃないみたいな言う人だけど、でも本当に面白いありきたりじゃんみたいな、そういう感じのニュアンスってこと。そう、へえ。なんか冒険系、うん、なんかハリーポッターとかもシリーズ化ってそういう感じなの、うん、そういう感じがあんま見ない人なのね、私自身が、うん、けど、面白い。そう、へえ、見ようかな。で、なんかおすすめあったら教えてください。コメント欄に書いてください。テラハ見たいよね。テラハ見たいんだけど、韓国でやってないっていうね。何話まで見たの？日本で、日本で何話まで見れたっけ、7、8ぐらいまで。テラハってさ、普通でさ、でもめっちゃやるよね。え、なんか違う、あのさ、週によってお休みの週とか あるね。それやめてほしい、本当に毎週ちゃってやってほしい。なんかドラマとかは一気に公開されるじゃん、うん、からあれだけど、1週間待つっていうのが、まあ、それがね、面白みなんだけど。でもなんか、はっってなる、その終わった、だからさ、何ちょっとさ、溜めてみたくない、その週で更新されるやつは。なんかもうすぐ見ないで、めっちゃ溜めて。で、だから日本帰った状態で7個溜まってるって思うじゃん、うん、秒で終わった。マジ秒で終わった。やば、うちも見なきゃ。何してた、いつも。どこで？日本で。日本で、うん、東京で。遊ぶってなったら、うん、何してたんだろうね。ね。え、普通にもうなんか、遊ぶっていうよりやっぱり人と会うってご飯になる。そう、ご飯だよね。てか基本もうた、なんか喋る。うん、確かに。だからなんか、何して遊んでんのいつもってなんかたまに聞かれるじゃん。うん、で。何してんだろうね。答えれなくない？ってなるよね、うん。何して遊んでますか皆さんは。ちょいちょい質問するっていう。中高生ぐらい。中高生の人が多いのかな、やっぱ見てくれてる人。なんか高校生とかさ、いいよね。なんか放課後とかさ、
いや、わかるわかる。ご飯行くのも楽しくない、うん、ただのファミレスとかでもさ、うん、ファミレスが一番いいよ。ファミレスでずっと買ったのね。うん、だからなんか、あの、やっぱ学生っていうか高校生までの人っていうか高校生とかまでってさ、クラスがあるじゃん。大学もあるけどさ、そんな縛りないから、そのなんかクラスっていうのがあるからこそ、このできることというかね、なんかみんなと仲良くなれるじゃん。なんかだからさ、なんか大学とか入るとさ、なんか大体自分とさ、なんだろうな、なんつうの、似てる人じゃないけど、そう集まる。知らない人も多いっしょ。そうそう、なんか何も関わんないで終わっちゃう。そうそう、だからなんていうの、逆にさ、なんか大学行った方がなんかめっちゃいろんな人とさ交流できるっていうのは間違いではないけどさ、なんかいろんな人いるから、その母体が大きいじゃん大学って。でもなんかさ、その高校中学だとなんかその強制的にじゃないけどさ、関わらなきゃいけない環境じゃん。プリント配る。そうそう、だから逆にさ、いい、なんかいいと思うってか、いいと思うは違うか、いろんな人と、そうそう、絡めるのは結構中高だったりする。なんか眉毛濃い気がする。なんか絶対もうちょっといい撮り方あると思うんだよね、マジで。完璧にもうちょっと盛れると思うんだよね。マジで、なんだろうな、高さでも、あんまり高くしてもさ、じゃあ低く、こう、帯同、帯同にしたらどうなるんだろう。ちょっと今度やってみるわ。ちょっと今、動かすのちょっとあれだから、最近ね、アイシャドウをチークにするのにハマってる。可愛いよね、いつも思う。なんかいろんな、なんだろうな、なんかチークで売ってるさ、なんつうの、こういう色のチークが欲しいんだけど、うん、なんか意外とないじゃん、なんかさ、そうそうそう、しかも色が違うとかで、そう、なんか暗めの色でさ、なんかパッと見こう見て、この色はさ可愛いのよ、うんうん、この色でついてほしいけど、意外となんか赤みがあるみたいな、ピンクっぽくなる結局みたいな感じがあるからさ、もうなんかアイシャドウを塗るっていう。アイシャドウまんまだっけ。うん、そう、だから結構元気ですね。なんか日本のさ、メイク化粧品ってさ、涙袋が特化してるのから、なんか涙袋を塗ってるのかな、みたいな。ああいうのっていいのか、うん、でもなんか高校の時とかそういうのに一生懸命だった。なんか涙袋、あ、涙袋ね、涙袋メイクってさ、すごくない、ね、いつから始まったのみたいな。でももう今さ、今やさ、今やとか言い直した。今やさ、みんなやってるじゃん。やってるやってる。なんかメイク動画だったら絶対涙袋を描く工程があるじゃん。あるね、すごくない？最初に会った人って思った。もうちょっと暗くしたいな、暗くない、これを塗ります。いや、なんか結局さ、いろいろ混ぜてさ、塗ったとしてもさ、なんか結局さ、同じ色になってない？結局さ、自分の好きな色になってるからさ。毛をやります。ストレートにします。今日はってか、いつもストレートなんだ。せーの、はーい。ねえ、鏡越しに見てこないで。鏡越しに見られた。はい、こんな感じで着替えてきました。イエーイ。はい、メイクはこんな感じで、友達がリクエストしてくれたオレンジブラウン系で今日はまとめてみました。いつもとそんな変わりないんですけど、こんな感じです。で、なんだっけ、前髪型はこんな感じでストレートにして、前髪はこんな感じでちょっと巻いてみました。はい、じゃあ今日はヨンナムドンの
ブルーレモネード、なんかつぶつぶ入ってるブルーレモネードを飲みにこれから行ってきます。今日を見てくださってありがとうございました。今日は何ですかね、めっちゃ本当にゆるゆる、もうなんか結構いつも、まあ、いつもゆるゆるなんですけど、特にゆるゆるなので私はちょっと編集するのが怖いかなという感じで今思っています。はい、じゃあもしよろしかったらチャンネル登録と高評価もお願いします。次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。